これはぜひひどい、倒れちゃって かっこいいですけどね、こうやって森みたいになってて、森みたいでね、こんだけ、こんだけいっぱいあるから、いや、すごい量ですね、はい、はい、じゃあ、おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、今日は鉄火ヒノキの植え替えというか寄せ植えなんですけど、はい、私の地元の先輩がですね、もう盆栽やめちゃうよっていうんで、そうなんですね、うん、で大量に購入したやつなんですけど、ちょっとこのこういうの見るとかなり、まあ申し訳ないけどいい加減な寄せ植えをみんな申し訳ない、先輩悪いんだけど、でこんなのもひどいんで、で鉢もね、こういう鉢だとどうしようもないんで、ちょっと寄せ植えをね、植え替えようと、寄せ直そう、うん、寄せ直しですね。でまあまあうまくできたら盆栽お祭り、お祭りで販売出そうかなというふうに思ってます。寄せ植えはですね、実は結構難しくて、バランスが非常に難しいんですね。で今日は初心者の方にも分かる分かる寄せ植えっていうと、はい、だいぶ視聴率がいいみたいなんで強引に初心者の方でも分かる寄せ植えの作り方というのを説明したいと思います。まずなんですけど、よくね、寄せ植えを作る時にこう品の字を書くといいよって、よく品品っていう字ですね、品川の品、要は基本的にはこう例えば3つ3本合わせたものをポンポンポンと置くといいよって言うんですけど、例えば真ん中に1本置いてポンポンと置いたんではバランスが良くない、逆もそうですよね、両端置いて真ん中を置くんではバランスが良くないんで、すると少し真ん中ではなくてこっち側に寄せて、こちらに重心を作ってこちらの中にするとか、で3本もこう3本並べるんじゃなくてこう1本ちょっと離すとか、いうようにしてまとめる3本もバランスを少しずらした方がいい、我々はアンバランスのバランスって言い方をするんですけど、バランスをあえて崩して全体でバランスを取るというアンバランスのバランスですね。例えばね、寄せ植えなんかもそうなんですけど、もみじとかガチャッとこう固めて寄せ植え作ったりしますよね、はい、楓も五葉でもいいんですけど、はい、こうやってね3本あって、例えば後ろに5本あった時に、ここがね並んじゃうと美しく見えないんですね。真ん中を出す、でこの5本を前後左右でこう、前後左右ですね、ボーリングのピンみたいな、あ、そうそうそう、そんな感じで、でここもこの3本にこう5本重なるんじゃなくてこう少しずらしてあげると、そうするとここの出入りがあると非常に、よく見えると。寄せ植えはね、太いのと細いのと高いのと低いのですね、うん、太細長短って言い方するんですけど、はい、そういうのをアンバランスに並べていって、なおかつ出入りですよね、うん、こう並ぶんじゃなくて、よくね、あれもだから株立ちの木見ると並んじゃってんねっていう見方するんですけど、はい、あえてこういうふうに出すという感じですね。ちょっと初心者難しいですからねやりながら、はい、説明したいと思います。結構ねその人の感性が出ちゃうんでね、すごく嫌なんですけど。ちなみに川崎先生が心を書くって、あ、心もあるんですね、おっしゃってた。そうそう、品とあと心っていうんですね。で心も例えばここにポーンとあったら、まあ、心ってこう書けないからちょんちょんちょんってやって、あと2つぐらいやるとかいうバランスで、それも一つの作り方って言われますね。いろいろそのパターンっていうものがパターンありますね、いくつかあるっていうことですね。で鉢もですね、いろいろ木の留め方がいろいろあって、ちょっとね今日買ってきたんですけど、100円ショップ、あれどこだっけ、あ、これこれ、こういう網を前面に貼って、でそれを針金で押さえて、でここからこう針金がいっぱい出せばたくさんいっぱい留められると。なるほど。網を使うっていう方法とか、ここに穴が例えば4つあった時ですよね、1234、うん、穴が4つあった時に、横に針金を通して、それから今度は縦に針金を通して、でそれを起点にこう針金をいっぱいこうつけると、ね、縦の糸はあなた、ああ横の糸は私そういう作り方もあります。それから割り箸をですね、ポンポンポンと置いた上で割り箸を上から押さえて止めるというやり方とか、今日ちょっと作ってきたのがこんな井桁みたいな、井桁じゃないね、井じゃなくなっちゃってるよけど、こういうものを作っておいてこう乗せて、でこれはこれで針金で留めればいいんで、はい、でここから針金をこういくつか用意しておいて作るというようなことでちょっとやってみたいなと。今日はちょっとねこれやると、あの木はしっかり固定できるんですけど、ちょっと高さが高くなっちゃうんでね、ちょっと高上になっちゃうかもしれないんですけど、ちょっと今日はこれを使って、はいはい、やってみたいと思います。主箱はどっちか1本ですね、どっちか1本これにポンと置いて、それからこう使
作っていって足んなければこれを少し足してあげようかなと。非常に勉強になる回になりそうですね。初心者でも分かる、はい、初心者なかなかこれ作んないと思いますけど、ね、はい、参考になってる、ね、まあ、それぐらい寄せ植えってやっぱ不安定になっちゃうんですよね。決まりがないからそうそう固定しにくいからそうなんですよっていうことです。そうなんですよ。だからそのバランスもねその人の個性になっちゃうんで個性と感性ですね、うん、もう針金もいい加減でこんな風になってるんですけど、ほらこの方はこういう風にやってこういうのを起点にやったってことですよね、うん、上から割り箸で割り箸を押さえてその割り箸を利用して針金をいっぱいつけたということですね。ちょっと一旦これ取りますね、はい、こう固定があんまりできないからこう倒れちゃう。あ、そうですよね、そうですよね。でやり方は別にこれにしなさいっていうのはなくて、あのこうじゃなきゃいけないっていうのはないんで、そこは自分で好きに決めてもらえれば選択肢を。そうですね、提案ですね、はい、提案、こういうのもあるよっていう、はい、決まりはないよでいいと思います。ちなみに石化ヒノキについては、あ、そっか、石化ヒノキ話せなかったですね。ヒノキの中でもこう葉っぱが少し特徴的で、あの非常に丈夫ですね。で値段がね、あの結構今乱高下してるんですけど、一時ものすごい高かったですね。まあ、高いイメージあります。高いですよね。こういうのだって1本でね、あの8000円とか1万円とかした時があったんで、今はちょっと落ち着いたって聞きますけど、人気、特に海外でね、あの人気みたいですね。強いでしょう。そうなんですね。ちょっと挿し木もつきますね。そうなんですね。だから強いのが分かって簡単に挿し木で増えるよって分かってきちゃうと、まあそれで相場がね少し安くなったのかなということなんですけど、裏見たら止めてないんで多分すっぽ抜けると思うんですね。はい、この大先輩がどういうふうに止めてたのかね。おっ、はい、抜けた。こちら崩してばらしちゃいますね。なんか丈夫そうな感じしますよね。うん、根がこんなに回っててちょっと危ないんで少し切ってあれですね、水つけときますね、はいはい、あ、中にもなんか入ってますね、うん、こんな割り箸的なものが、あ、ここにも入ってますね、いろいろね、はい、あ、じゃあ似たようなことを考えてやってますねこれお祭りで購入した人が木倒れたら、あ、前の持ち主いい加減だって言われちゃうかもしれないそうですね、止め方が自分に返ってくる可能性もそうですね、人のこと散々言っててね上から押さえたのかな。これ見る限り組んでますか。組んでますね、これね。同じようなことよ。だからこう多分組みながらその針金を利用してるんでしょうね。うん、ここも組んでますね。こんな感じでやってますね。ぐるぐる締めながらそれを利用して止めてるっていう。まあこれも一つですね。まあ、私先つけ、ね、作っておきたかったんでこういうふうにしましたけど、あの組みながらそれを利用するっていうのは全然ありだですよね。はい、いいと思います。さすが先輩そうそう文句言ってて止め方がどうだ下柱、俺この筋とりあえず、まあこんなふうに組んでたってことですね。はい、はい、こんな風にいっぱいになりましたので、ちょっと水入れとかないと。どんなんでもいいです。さっき割り箸で腐っちゃってましたけど、やがて腐ってこう取れるんで、それは構わない。あの、どんなものでもいいですね。これまずは鉢とこの井桁を、そうですね、固定するってことですね。そうだよ、もう鉛筆の太さぐらいになってたら、もう2000円ぐらい取れちゃう。あ、っていうかね、その前にはこれにつけとかなくちゃいけない。あ、いくつか針金をでね、針金は1本止めるだけ用ではなくて2本ぐらい止めるように少し長くしておいた方がいいですね、はい、あの1本止めて止めたところで今度これを使ってまた2本目を止めるとかいうことがあるんで、ちょっと無駄になる可能性あるんですけど、さっき言った後からどんだけつけていくか分かんないんで、ちょっと長めに、用意しておきます。1,2,3,4,5,5 本、これで10本ぐらいいけるかな、うん、あと2本ぐらい作っとくか。やりながらね、形を決めていかなきゃいけないんで、うん、なんか思い通りにやっぱりね、固定することが難しいですよね。そうなんですね。これでくるっと
まあ、少しこう移動できたりするぐらいのがいいですね。うん、いや本当適当ですこれ。どこにどう置くかわからないんで。謎の物体ですね。これ盆栽やってない人。ああそうですね。なんじゃこりゃって話ですよね。盆栽やっててもわかんない。そうですね。ちょっとやってみましょうかね一回ね。はい、でこれをこの辺かな。この辺に入れてで押さえると。あせっかくだからこれも使っちゃいましょうか。樹木は。中ですねこれね。中玉。中粒。さっき言った品ですよね。で樹木をどこに置くかってあるんですけど、樹木がね謙虚に後ろに行くっていうのもいいんですけど、やっぱり樹木は幹はドンと前にまず見せるということなんで、これをじゃあ樹木にしますね。はい、ここをまずここにガチンと固定すると、真ん中よりちょっとこちらがですね、はい、寄せて真ん中よりもちょっと前にと、うん、倒れないようにねしっかりと、ね、そうですね。でこういうのもあの切らずに押さえますね根っこ少し。ここにねもう一つ、まあ、ここ切りますけどもう一つ二つ目の山の高いところを作りますんで、うん、ちょっとこれでいいか。3つですね。最初にその品の字の、そうですね、こっち、あごめんなさいこれやっちゃったんだけど、これ品の字こっち先作りましょうか。はい、ここにこういうの1個つけて、ここにちょっとこれも切りますね、うん、こっち大きいのここに枝がないと思うんで、ここにいわゆる1号さんを打って、でここが2号さんになるんですね。でここら辺に子供こういう枝がいっぱいあるんで、ここにちっちゃいのをちょっとつけるというイメージで、これはこれぐらいで第一夫人、はい、第一夫人はやっぱり近くに寄り添って、はい、幹に絡めてちょっとこっち引っ張るっていう使い方もできるんで、幹に絡めて引っ張る、これこれ今こっち行っちゃうんで、下の針金を、はいはいはい、利用してですね、ちなみに何本ぐらい全部つけるんですか。どうでしょう、さっき言ったバランスですよね。バランス、はい、まずは品の3本ですね、はい、樹木があってここに第一夫人がいて、で後ろに持ってきました。これの間にこれが入ってくるんで奥行き感が出るんですよね。枝がねこっちに流れてるんで子供の頭を押さえるようになっちゃうんで、これが、うんうん、ちょっと全体のバランス考えて、まず今度は第二夫人の第二グループに、はい、第二グループ、はい、ちょっと作っていきたいと思います。ここが第二夫人がまずいて、そこにちっちゃい、まあ、子分を刺す2人ぐらい。子供たちって言ったり、子分って言ったり、分かりにくくなっちゃう。分かりにくくなっちゃうけど、はい、ちょっと作りますね。2つ目のグループを。2つ目のグループですね。はい、はい。こんにちは。こんにちは。はい、もう今日5時でお疲れ様でした。一日作業して、はい、帰りますんで。あら、あれいい T シャツをお持ちで、盆栽Qのオリジナル T シャツを、はい、今予約販売、はい、開始しました。カラーは5カラー、用意してますので、ぜひとも、今のうち予約してこれを着て盆栽祭りを、はい、楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、概要欄からチェックしてください。盆栽仲間です。盆栽仲間です。ありがとうございます。はい、針金全部いっぱい用意しましたけど、はい、なんかこのぐらいでもいいかなってなるほど感じが、やっぱここは奥行きですよね、うん、ここ本当はあの品って言ったけど、ここ2本になりましたけど、はい、まあ、種木があって奥さんがいて、うん、2号さんがいて、まあ、ここら辺も子供たちがね、あの取り巻きで、ここはね前出なくていいと思うんですよ。これももう本当は完成なんで、なるほど、やればあとここにちっちゃいの1本と、うん、ここに1本あってもいいかなって、それつけますか ね、 そ う、 ですね、うん、そうすると随分贅沢な、うん、女性ですね。ちょっとこれじゃあ崩して作りますね。なんか個人的にはこの辺にちっちゃいのがちょんってあると、こう、はいはいはい、なんですか、写真のその、うん、なんていうんですかね、構図とかでありそうだなって、うん、写真の構図で、あ、じゃあそうしましょう。そうするとやっぱりこう、ちっちゃいのちょん、うん、3つね、
なるから。これを余計なことになってたらすいません。あ、いい。だからやっぱりやっぱこことかこことか、そうですね、ここですよね。ここはやっぱり透けちゃってますもんね。うん、奥行きあると。どっちかね、左右にちょっと寄せて、うん、ちっちゃいやつがあると、そうですね、奥行き感が出そうですね。そうですね。続いて新しい鉢を。あ、ごめんなさい。はい。そうですね。ここから抜いて。すごいですね。これもどんどん刺して増えてたんでしょうね。そうでしょうね。これね。費用対効果。ああ、そうですね。は良さそうな樹種ですよね。そう。だからさっき社長も言ってたけど、うん、枝伸びて切ったらそれ刺しとけばつくよって。だから心拍よりも、その難しいことはないだろうし。まあそうですね。あ、いいんじゃないですかね。これもね、だからやっぱりど真ん中よりもちょっと寄せた方が。そうですよね。で、これがやっぱりそのバランスなんですよね。うん、さっき言った。このど真ん中ではなくて、ちょっとこう寄せると。そうですね。意見が採用されました。ありがとうございます。キュウさんのアドバイスで。アドバイスで。いやいや、本当。空気感ってやっぱ大事ですもんね。そうですね。うん、でもなんか、風景が見えてきましたね。なんとなくね、やっぱ厚みが出るっていうかね。はい、ここで、はい、せっかく空気なんで、長短ですよね。うん、こうちょっと、短くしてあげて。一番奥ですね。一番奥ですね。ポンポンポンと。なるほど。初心者にも分かる。寄せる。初心者できるか。木はじゃあこれで。今日はそうですね。これで土入れて。以上。はい。余ったやつはもう別に切っちゃえばいいんで。まあ使わなかったよっていうことですよね。はい。わお。なんか。こうですね。で、やっぱりすき込んでいきます。はい。こうやって寄りの絵見てるだけでも、うん、だいぶこのジオラマ感というか、ありますかね、うん、そう言ってたけど、だからやっぱ奥行きですよね。そうですね。太い、細い、長短、あと出入りですよね。はい。これがこう並ばないという感じが、ちょっと主木が出過ぎてる感じもするけど、まあいいんじゃないですかね。ここにね、一個あってもいいんですよ。あってもいいんだけど、はい、あえてここ空間開けて、ここら辺をこう見せてあげるっていう、そうですね、はい、いうことで、そこら辺は最初に言ったように決まりはないんで、うん、なんとなくこう林のようなね風景を感じてもらえたらいいなと。やっぱ主木が、結構しっかりした木じゃないですか。そうですね。だから閉まるんですよね。閉まりますよね。ですよね。うん、で、この奥さんと1号さん2号さんのバランスもいいんですね。うん、で、バランスちょっと2号さん隠れてるじゃないですか。はい、この子たちに、うん、いいんですよね、これで。でその主木の周りの、例えばこの木がこっちの枝のないのをカバーしていて、そうなんですね。だから寄り添ってるんですね。ここのさっき言ったこれがあるからここがなくてもカバーされるという。さすが、もう Q さん私の言いたいことは全部。いや本当その通りなんですよね。さすがだなと見てて思いながら。いや最初品を書くときにこっちに寄せようと思ってたんですけど、やっぱり流れがこっちでこれがあるんで、そうするとやっぱり邪魔になっちゃうんですよね。後ろに持ってったと、まあ、そういう意味じゃここも一応品になってるし、ここも品になってるし、ここも最初品作ってて、そうですね、でそこにまあアクセントでね。だからこの品を描くっていうのはやっぱ3ブロックで考えるみたいな、まあ、そう考え方、大きな意味でのですよね。心だとそれが5だったりとか、そうですね、いう感じなんですね。そうですね。苔張るんでね、ちょっと細かい、はい、あ、なるほど、はい、これでじゃあ一回水やりをして、はい、土、はい、がこぼれないように、はい、苔を張ってきますと、はい、はい、きちんと、風景が見えますね。見えますかね。あ、そう言ってもらえると、まあだから多分カメラのアングルでね、と余計見えやすくなるのかもしれないですよね。これはちょっとお祭りでいい値段になっちゃいそうだな。なっちゃいます。途中あれかもしれないですね。土があっても面白いかもしれないですね。
今発見しましたけど道みたいになってますね。そうそうそう、道とか 川みたいになってて、うん、ここはあえてね、面白いかもしれない。よくわかんない。も森じゃないんですかこれ。え？あ、え？どうでしょう。あ、いいじゃないですか。いい。仙道山いらないかな。ちっちゃい。これいらない。これいらない。いいじゃないですか。後ろの方がいいかな。トロね。のこの辺に。なんかその辺にちょこっと。ああ、いいかもしれない。との方がいいのかな。そう。何ですか今度は。今度は。遠くの方がいい。遠くの方がいい。ああ。この辺に。トロでか。トロでか。いいじゃないですか。いいですか。トロでか。トロでか。ちか。やっぱどっちかですかね。いないですかね。トロをなくします。トロ。トロね、やっぱ強いんですよね。うん。まあこんな感じで、アンバランスのバランスって最初に言った話ですよね、はい、太い細い太細超短ですね、うん、それから出入りを作っていってこう品を作りながらもその品もバランスがきれいになってないよというで、まあこういう苔を張ってね、ちょっとワンポイントはまたここをねあえて苔を張れなかった、うん、なんかね道みたいな、はい、川みたいなそんなイメージでちょっと作ってみた。今日は初心者にも分かる初心者かな寄せ入れの作り方、はい、はい、まだいっぱいありますんで、そうですね、一日頑張りたいと思います。じゃあここの今日作ったものが、ね、お祭りで日村さん販売すると、はい、もしかしたら気に入ったなったら売らないかもしれないですけど、そうですね、うん、はい、まあ、売ってもいいかなと思うやつは売りたいと思いますんで、はい、探してみてください。じゃあお楽しみということですね、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。